歴史とはこれ人生の道しるべなり。どうも読み人立成です。聞き人ブランベンです。藤原のため時といえば、はい、紫式部の父ということで有名です。どう、うん、来年の大河ドラマ の光る君では岸谷五郎さんが演じておられますけども、さてどんなキャラクターで登場するのか大変楽しみなところではありますね、うんうん、でそんな為時さんですけども、はい、出てくる記録には堅物でそれゆえなかなか出世できなかったっていう風になってます。そうなんですか、うん、ただそんな彼にも出世の機会がある時巡ってくるんですよ。お時は一条天皇の時代、うん、彼は式部の尉といって、はい、今でいう文部科学省の官僚を、まあ、務めてたわけなんです、はい、でその功績によって受領いわゆる地方長官の地位を望んだんですけども、うん、その時は欠員がないという理由で却下されたそうなんですよね。でこれには為時さん大変失望したそうで、うん、もう失望のあまり時の帝の一条天皇にある歌を送りつけたそうです。おそれはどういう内容かというと、うん、苦学の神や香類エリオウルボス樹木の校長、うん、蒼天マナコにあり、ね、これどういう意味かというと寒い夜だけど出世を待ちわびて勉強めっちゃしたのに、うん、希望した官職につけてくれへんかった、疲労と失望のあまり目から血の涙とか言ってる、怒らあかんねん、はい、目から血の涙が出て着物の袖が赤く濡れた、もうこういうのも気持ち悪い、でも次の朝に空の青さ、つまりは帝の恩恵を表すんだけど、うん、空の青さのような人事の修正さえあればわいその争点に誓って中勤に励みますよってに、まあなんとも意味不明というか未練がましい歌を創造してしまったわけですよ、時の帝に対して、はいはい、でこんな歌を送ったって普通は帝から無視されるか失笑されるか、うん、あるいは怒られるかのどれやかと思うわけなんですけども、うん、なんとねもうこ の失望と疲労のあまりどのこのとか言ったこの詩ね、時の一条天皇これに心動かされて為時を越前の神に上任したらしい、うん、まあこれ今昔物語では藤原道長が感動して支持したっていう風になってるんやけども、うんうん、でしかもこの時実は越前の神にはこの藤原の国盛っていう人が内定してたんですよ。でそれを退けて為時を抜擢したっていうね、なんかひどい話やなと思うんですけどね。で失望したこの国盛さんはその後衝撃のあまりお亡くなりになったと伝わってます。ショックでまあここまで見るとねなんてむちゃくちゃなっていろんな意味で思いますよね。こんな歌一つで人事がひっくり返るってどうなんて思うわけですよ。ただねこの話って大変怪しいですよね、うん、実はこの頃越前の隣の若狭っていう国があって、はい、でそこに宋の商人の一団が漂着したらしいんですよ。でこの人たちは越前に逗留してたんですよ。その時越前にいたんですよ、漂着して。で為時って漢学者じゃないですか、はい、で漢学者ってやっぱり漢文の才能があるんですよ。だから漢文の才能あるんやからこの宋の人々との橋渡し役で適任やろと、なるほど、いうことで越前の神に追加で叙任されたっていう可能性の方が高いらしいんですよ。まあそりゃそうですよね、そんな歌一つでどうなんやって話なんですけど、まあでもこの為時の漢文の話しっかり説話の歌を送った話しっかりなんですけど、当時は文学の才能があった人が政治の世界では抜擢されやすかったらしいです。まあ、やっぱり人文の才能に長けた人って、この民の心を理解できるというふうにとらわれてたのかもしれないですよね。なるほど。まあ、これでもヨーロッパのほらエリート層ってラテン語とか歴史を学ぶことがステータスの一つになってたりしてるじゃないですか、うん、はいはい、まあ、やっぱりこういうのって世界共通の認識なのかなとも思わないでもないですっていう、うん、まあ、昨今のこの文系不要論に一石を投じてみたかった私であります。不要、
最近ね、なんか文系不要論ってよくいろんな人が言ってるじゃないですか。いらんってこと、うん、でもね、こういうやっぱり歴史とか語学を学ぶっていうのはもうすごい大事なことだと思うんですよね、私は、ね、まあそんなこんなでね、藤原為時が帝に歌を献じた話っていうのは、うん、これはちょっと信憑性が薄いみたいなんですけど、嘘、嘘かどうかもちょっと分かんないですけど、ちょっと信憑性は薄いみたいですわ。ただこんな話が残ってるほど、うん、詩の才能が平安時代の出世には重要な要因となってたのは実は確かみたいなんです。現代を生きる私たちも改めて歴史や文化について触れる機会を持って人生を豊かにできればと思う次第でありまして、まあ、このようなチャンネルを運営しているわけであります、はい、共感いただける方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします、うん、それではさらば暇を申して。